ボシャボシャ。おだす。今日はですね、長寿梅持ってきました。ダダンと。こんな感じで、ちょっとね、樹形的にはどうしようもない長寿梅。取り木して一部使えるかな、取り消したら使えるかな、もしかしたらっていうレベルの、ちょっとどうしようもない長寿梅。ちょっとこっちからだと立ち上がりもね、なんか面白い立ち上がりしてるなと思うんですけど、裏見るとね、見えないか、ここね穴開いてるんですよ。ここでっかい穴開いてて、ちょっと使い物にならん足元をしてる長寿梅です。で、まあ、放置してたら、まあ、こんなことになっちゃって、ヒコバエヤゴメがすごいことになってるんで、とりあえず剪定しようかなと思って持ってきました。とりあえずね、ちょっと周りにこうヤゴメヒコバエ出てくると、こいつらに樹勢を持ってかれて本体が育たないんですよ。これに力持ってかれてこいつが育たないんで、こいつ本体に集中してもらいたいんで、周りの芽はねもうしっかりと切り落とします。この力を本体に回してもらう。長寿梅ってこうやって増えていくんですよね、地下で。まあもちろん花咲いて実がついて、それで種が増えるっていう方法もあるんですけど、根っこ伸ばして地下でこう移動して、ちょっと遠いところに新しい枝を出すっていう形で増えていくこともできる。2本同時に行こうとしてるから硬い。よっしゃ、結構放置してたから太いな、ヒコバエ太、こんな太くなっちゃったよ。よっしゃ、うわ変な切り方しちゃった。そりゃ硬いわな、取れない。いや、よいしょ、ふっと、すげえな、ここまで成長しました。あと他にもあるんで、ちょいちょい落としてすっきりさせましょう。あ、なんか硬いぞ、なんか硬い。あ、すごい、こんなところにぶっといのがいる。太い根が走ってるなあ、こんなところに。落とします。はい、一旦周りの邪魔なやつは除去できました。これで見やすくなった。足元から生えてるこいつらが悩ましいですよね。ちょいと、もしかしたらこのヒコバエをこう犠牲打にして足元が太ってくるなんてこともね、可能性としてはゼロじゃないんで、ちょっと悩ましいところですね。取るのが本当に取り木かける前提だったら完全に除去しちゃっていいんですけど、はい、ここっすね、穴開いてんの。これかな、ここピンセット刺さってるの分かります？ここにがっつり穴開いてるんですよ。こんだけの深さがあります。これがズボボボボって入っていくぐらい、ちょっと暗くて見づらいと思うんですけど、がっつり穴開いてます、ここ。なのでちょっとやっぱり足元は使いづらいですね、今のところ。だから足元を生かす、足元が成長するのを待つっていうのをやってたら、
もう何年経っても出来上がらないんで、ちょっとこいつは除去しましょう。お、なんか枝枯れしてる。おり枝枯れもあるんですね。おっと、失礼、ぶつかっちゃったカメラに。よっ、こんな感じか。うん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 。これでざっくり様子を眺めて、取り木ポイントとかちょっと見ていこうかな。ここね、根っこあったらもうちょっとかっこよかったんですけどね。この他がね、がっつり粘り作ろうとしてるところなんで、もったいないですね。なんかもうちょっとうまくできなかったのかな。なんかあれですかね、持ち崩した系ですかね。もともと安い素材だったんですよ、こいつ。安いの買ってきて、なんか一箇所でも使えるポイントあったらいいななんて思って買ってきたんですけど、持ち崩したんでしょうね。よし、じゃあこれを眺めて、いるいらない枝落としていきましょうか。枯れてんな、ここ。あ、生きてる、生きてるから、これ残しとこう。ここでよっ、もっと上長すぎるんで、これがな、これ悩ましいな。これ取っとくかどうか、落とすか、落としていいのか、ちょっと考えよう。落としていいかちょっと考えます。いやー、すげえ悩ましい、こいつ。ここにね、でっかい傷あるんですよ。でっかい傷あって、傷の周辺から2本の枝が出てて、こいつらを犠牲枝として伸ばすことによって、この傷がね、今肉巻きしてる最中なんですよ。見えますかね、肉巻きしてるところ。この枝元から肉がどんどん巻いてってる。取り木かけるんだったらいらんか。どっから取り木かけるか次第だな。まあこの辺になるのか。この辺で取り木かけると、まあちっちゃい長寿貝が取れると。こう取るか、こう取るっていう手もあるのか。難しいね。とりあえずこれはいいだろう。下は、下は、うん、一応効いてんのか。これいらんな、こいつ一回落とそう。これ悩ましいけど、いっか、落とそう。落としましょう。切り、深めに追い込みます。こんなもんでいいかな。 OK。あと上の枝もちょっと徒長しすぎなんで、ちょっと下まで切り戻します。ちょっと先端をちょいちょい落として、もう一回下の方からボディに近いところから吹いてくれるようにちょっと手を入れます。傷膜用の徒長枝は置いとくか。他の枝いらんとこ落としましょうか。枯れてる枝あるんで、枯れてる枝、こう枯れてるね、枯れてるね。生きてるところまで切り戻したいけど、どこまで生きてんだ。うわー、枯れてる、結構いってんな。上意外にグダグダかもしれないですね。いやー、これ厳しいな。上取り木しても厳しそうだな、その先が。
うわー、ここもダメだ、ここもダメになっちゃってんじゃんよ。ちょっと来なきゃ厳しいな。どうしたもんか、どうしたもんかな。これも一回短くしときましょう。はい、ある程度短くなってさっぱりしてき始めました。これ長いですね、こいつ。これちょっと短めに追い込んでもう一回吹いてくれるのを期待しましょう。で、ボディをよくよく眺めてみると結構これが枯れてるね、ぶっとい枝が。これは追い込んでみようかな。枯れてますね、茶色い。もうちょいいけるか。おー、枯れてる、やばいな。上結構、おー、それでも枯れてます。ボディに近いところまで行ったけど上が結構やられてんな。これはちょっとまずいぞ、これはちょっとまずいぞ。上を取り消して使おうと思ってたけど上が結構ここやられてるし、ここもやられてるし、あとここね、ここも結構やられてる。あとここにぶっとい枝いますね、ここ、こいつ。これも落としましょうか。これ上なくなっちゃうんじゃない。このまんま、うわー、これだ、これきついな。ここでも枯れてんのか、いやきついな。ちょっとこれこのまんま作っていくのは至難の技というか、上が結構もうグダグダになってる。こんな感じでここねやられてますね。枝追い込んでみたのはいいけど、はい、最終的にこうなりました。ドン。ちょっとね、傷がというか焼けがやばいですね。はい、こう上をね取り消して使おうかなと思ってたんですけど、ここでかい傷あるでしょ。でここもね、ここが一番やばいですけど、ここのこの辺もね、こう軽く削ってみたらほとんどダメでしたね。結構中やられてる感じ。これ全てを肉巻きするまで待つとか、それ相当な時間かかると思うんですけど。あ、この辺も皮ペリペリ剥がれてっちゃうな。生きてるところどこだろう。もう生きてるところがどこかよくわかんないような状況になっちゃってる。でここにも傷あるんですけど、これもね死んでるっぽいんですよね、この辺も。この木はどこが生きてるんだ。この辺もしかしたら中削ったら白くなって生きてる部分あるかもしれないですけど、ちょいとこの辺はねもう焼けてますね。これは厳しいぞ、厳しいぞっていうのが分かった。こんだけ厳しいの分かってたらちょっと上の枝残しててもよかったかなとかもちょいと思ってます。難ものですね。やっぱ安い素材にはこういうことがあるんですよね。掘り出し物でいいものに当たることもあるんだけど、やっぱ安いのには安い理由があるというか、無理だ、これ以上価値を上げるには費用対効果以上の時間がかかってしまう。だから今のうちに手放しちゃうということで安く売りに出されてるっていうことなんで、
とその辺は素材買うときに見極めが必要ですね。こいつに関しては失敗だったかな。安いからって買っちゃったけど、まあ時間かかりそうな素材でしたって感じですね。まあ枯れることはないと思うんですけど、ちょっとこれを形にするのはしんどいぞっていう感じの素材です。うん、ちょっとこれまで落としてしまう、これ邪魔なんですけど、これ邪魔でこれ落とせば結構すっきりするんですけど、ちょっとこれ落としちゃうと全体的に樹勢がというか枯れてしまう可能性があるんで、上削っちゃったからね、ちょっとこれがどうなるか分かんないんで落ち着くまで置いとこうかなと思います。途中枝カットパスタペーストで保護して棚に戻して、また何ヶ月か経ったら様子見てみましょうか。いや厳しい。じゃあそんな感じで本日の作業は、あそうだ、これ終わりにしようと思ったけど最後これ挿し木して終わります。はい完了。挿し木、落とした枝挿し木しときました。バーミキュライト雑誌ですね。バーミキュライトとパーライトが入ってます。バーミキュライト雑誌、はいむしろこっちよりこっちの方が将来性がある気がしてきました。それぐらいこっち時間かかるかなっていう気がしますが、まあなん、もしかしたら挿し木取る用の親木として育ててる方が気が楽なのかなっていう気がします。それぐらいのレベルでちょっとこいつは使い物にならない気がします。はい、まあ地道にやっていきましょう。はい、そんな感じで本日の作業は以上です。